白玉アンド幸せ宅急便。来週なんですけれども、ちょっと放送をお休みさせていただきます。なので次の放送は2週間後になります。あ、待って、カパルじゃん。カパルタン、やっほー、びっくりした。カパルが来てくれたよ、みんな。なんか 前も私の個人配信の時に来てくれたよね。ありがとうカパル、元気。カパルと遊びたい。で、昨日はあのテレビ埼玉のロケで桶川に行ってまいりました。桶川市のマスコットキャラクターはこのね、桶ちゃんっていう名前なんですけど、ロケでも、私はもう埼玉のゆるキャラを愛してるので、ロケでもちゃんと桶ちゃんの宣伝をしてきたんですけど、まあ、放送でちょっとカットされてるか、無事に使ってもらってるかは不明なんですけど、カットされてなければちゃんと桶ちゃんの説明を入れております。全裸待機、そう、もちろん待機してて、カパルタンキュウリ持って待機しててください。遊びに行きます。そう、あのカパルグッズね、すごい可愛いですよ。私カパルのトートバッグ、ロケの時お供なんですけど、そのトートバッグ、ちなみに裏返すといろんなゆるキャラの缶バッジあって、トコロンとかフッカちゃんとかの缶バッジ、まだね全部のキャラの全然全く制覇してないので、いろんなところに行くたびにその年のその市のキャラクターの缶バッジとか買って、どんどんカパルのバッグの裏面をゆるキャラでいっぱいにしようかなと思ってます。あ、ただひらさん、お久しぶりです。そう、 DD なんですよ。もうね、みんな大好きゆるキャラいやいや、もちろんカパル大好きですよ。でもね、みんな好きなんですよ。昨日この桶川市のロケ行った後に、朝早くからロケだったんですけど、そのロケの後にあのエビちゃんと同じくテレビ埼玉で一緒に出てる海老沢環奈ちゃんと合流してビアガーデンにね行ってきたんですよ。今年初ビアガーデン、早くも堪能してきたんですけど、でもって今日もそのももちゃんと会った後にこう放送があったり、明日も朝一つちょっとした撮影をして、でその後夜また用事があって、で夜の用事が終わった後に友達がちょっとなんかどこかでなんか会って飲んでるから、よかったら来ないって言われてて、ちょっと時間だいぶギリギリになっちゃうけど、行けたら行く、もしかしたらちょっと終電までの1時間ぐらいだけ顔出すかもみたいな感じで、そういうスケジュールを組んでまして、あの私の悪い癖なんですけど、私すごいスケジュールを詰め込んでしまうんですよ。そうそうそう、エビちゃんとビアガーデンでデート、あの私あのロケ終わってビアガーデン行って、もう途中からすごい眠くなっちゃって、家帰ってきてすぐもう寝ちゃったので、それツイートしてないけど、エビちゃんのインスタグラムに載ってます。インスタグラムのストーリーっていうやつかな、動画になってるやつ、あそこに載ってます。で、で私の悪い癖、そう、本当にスケジュール管理が苦手で、結構ねキツキツなギュウギュウなスケジュール組んでしまうんですよ。行けたら行くわ、だいたい来ない、私の場合はそんなことないですよ。明日多分用事終わったら割と駆けつけます。割と本気で駆けつけようと頑張っております。まあそのアイドルのツイートとかで、何日にライブあるよ、今日どこどこでライブだよっていうのに対するリプの行けたら行くはだいたい来ないっていうのは、まああるあるの話ですよね。やんちゃんのメンバーともよくそういう話しておりました。まあでも私は割と行けたら行く、本当に行けたら行く人です。そうそうそう、スケジュール詰め込むと焦りそうって、私本当にそうなんですよ。もう本当にバタバタなスケジュールを組んでしまいがちなので、なんだろう、日常生活で差が激しいかな。めっちゃ忙しい時はもう 3つ4つこう予定をもっとはしごする時もあるし、友達と朝会ってどっか行って、お昼友達と会って、またちょっとどっか行って夜友達と会ってみたいな、そういうほんと無茶なスケジュールを組んじゃうんですよ。あとそれもだし、私の、まあ、この番組見てる方はほとんどが知ってると思うので、もう言っちゃうけど、私部屋がめちゃめちゃ汚いんですよ。片付けがすごく苦手なんですよ。あの、なんでかわかんないけど、片付けようと思うと体がすごいこう。